ロバート・マックスウェル、1989ロバート・マックスウェルは、チェコスロバキア出身のイギリスの実業家、国会議員。貧しい移民のみから一代で、メディア帝国を築き上げたメディア王として知られ、ルパート・マードックの長年のライバルだった。1991年に、カナリア諸島近海で自らが所有する、大型ヨット場から転落し、大西洋上で、 水死体となって発見された。転落の原因は事故と見られるが自殺説や多殺説などもある。死後、年金の違法な使用など様々な不正行為を行って事業を拡大したことが明らかになり、デイリーミラーをはじめとする新聞、出版社、テレビ局などからなるメディア帝国は解体した。ロバート・マクスウェルは当時のチェコスロバキア最東端の地方だった。 カルパチアルテニアのスラティンスケドリの町で、イディッシュ語を話す貧しいユダヤ系の家庭に生まれた。当時はヤーン・レドビーク・ホッホという名であった。1939年、カルパチアルテニア地方はハンガリーに組み込まれ、さらにハンガリーは1944年にドイツ軍に占領され、ユダヤ人であるヤーンの家族のほとんどは殺された。ヤーン自身は1940年、 17歳で難民となってイギリスに逃れ、翌年イギリス陸軍の公兵部隊に入り、1943年にノース・スタフォード・シャーレン隊に移った。彼は軍曹としてノルマンディ上陸に参加して西部戦線を転戦し、知力と語学の才能を生かして様々な任務をこなし、昇進を重ね隊員になった。彼は、 この時期解明を繰り返し最終的にイアン・ロバート・マクスウェルとなったが、イアンの部分は元の名であるヤアンの名残として残しているだけで、ほとんど使うことはなかった。1945年にはフランス人のエリザベト・ベティ・メーナールと結婚し、ホロコーストで失った家族を取り戻すかのように9人の、子う設けたが、そのうち5人は後にマクスウェルの会社に入社している。 戦後、マックス・ウェルは、連合軍占領下のベルリンで、イギリス軍司令部の新聞検閲官として働き、後に占領軍当局内で築いた、様々な人脈を用いて、ビジネスを行った。まず科学出版社シュプリンガー・フェアラークの出版物の、イギリス及びアメリカにおける、販売権を得た。1951年には、シュプリンガー・フェアラークから、 小さな教科書出版社、バターワース・シュプリンガーを買収し、ペルガモンプレスリミテッドとした。当時は、マクスウェルの持ち分が4分の3で、残りは、シュプリンガーのイギリスにおける、主要人物だったパウル・ロス・バウトが持っており、ロス・バウトは1956年に意見の相違で会社を去るまで、共同経営者であった。マクスウェルは、学術書や科学誌の出版を開始し、 ペルガモンプレスをイギリス有数の出版社へと育て上げた。1960年代にはすでに若き富豪となっていた。彼は社会主義の擁護者でもあった。しかし一部ではすでに彼は問題視されてもいた。バークレーズの重役を務めたトーマス・アシュトン教の不法によれば、アシュトンが オックスフォードの副支店長だった頃、オックスフォードの住民だったマックスウェルに注目していたが、最終的にはマックスウェルに対する融資を固く断ったという。1964年には労働党から庶民院議員や立候補し当選し、1970年に保守党候補に負け議席を失うまで、バッキンガム選挙区選出議員となり、労働党内で影響力を発揮した。 一方で、ペルガモンプレスを拠点に次々と出版や情報処理など様々な企業へ買収を仕掛けた。だが、アメリカのレアスコデータプロセッシング社に対する1969年の買収交渉の際、自らのグループ企業の利益の大きさについて虚偽の主張を行った件で、貿易産業省の取り調べを受け、さらに、ペルガモンプレスの株価を上げるために、 ファミリー企業同士での取引を行っていたことも発覚した。マックスウェルは一時的にペルガモンのイギリス部門での支配を失ったが、アメリカ部門での支配は失っておらず、後に自派の編集者たちの助力で経営権を回復し、最終的にペルガモンを売却した。マックスウェルはかねてから、自らの政治的影響力をメディアを通じて強める。 ため、新聞社を持ちたいと考えていた。1969年には、ニュース・オブ・ザ・ワールド誌の買収に乗り出したが、オーストラリア出身のルバート・マードックが、最終的にセリーカチ同士を手にした。ニュース・オブ・ザ・ワールドをめぐる買収戦争は激烈で、後にマクスウェルは、自らが何ヶ月もフェアな戦いをしたにもかかわらず、マードックが、 最後に同志を横取りしたことに不満を感じたと述べているが、マードックは単に同志の株主がオーストラリアでのマードックの実績を評価してくれただけだと述べている。この後、マードックはイギリス新聞界におけるマクスウェルの宿敵となる。1970年にはマクスウェルはタックスヘイブンであるリヒテンシュタインにマクスウェル財団を設けている。 1974年には、一旦手放した、ペルガモンプレスを再度獲得し、1981年には、ペルガモンを通じて、印刷会社ブリティッシュプリンティングを買収し、ブリティッシュプリンティングコミュニケーションへと変えた。1984年には、ペルガモンを通じて、情報大手リードインターナショナルから労働党寄りの、デイリーミラーなど、多数の新聞を発行する。 ミラーグループニュースペーパーズをついに買収、さらに英米の出版大手幕ミランのアメリカ会社をも買収した。こうして1980年代にマクスウェルはメディアコングロマリットを築き、デイリーミラー、サンデイミラー、サンデーメール、スコティッシュデイリーレコードなど、新聞多数、ペルガモンプレス、ニンバスレコーズ、クーリエブックス、マクスウェルディレクトリーズ、 プレンティスホールインフォメーションサービス、マクミランなど出版社多数、さらに語学教育のベルリッツなども参加に収めた。さらにヨーロッパにおける MTV の所有権の半分、マクスウェルケーブル TV やマクスウェルエンターテインメントなどヨーロッパでのテレビ事業も持っていた。1987年には雑誌大手の IPC メディアから コミック部門を買収し漫画出版社フリート A を設立した。マックスウェルは、高度に専門化された科学に関する情報を広く、伝える科学出版事業での先駆者でもあり、科学に対する社会からの需要の増大に応えていた。しかし、マックスウェルをはじめとする、学術雑誌の出版業者が設定している、購読料は、1970年代以降、 イギリス各地の大学や図書館からあまりにも高額であると批判された。マックスウェルはまた、東欧の共産主義政権とも強いつながりがあり、当時の指導者たちの伝記をイギリスで出版したほか、彼らに対するこびたようなインタビュー記事も多数制作していた。オックスフォードユナイテッド FC のオーナーでもあり、1986年のフットボールリーグカップでは、 優勝に導いている。1987年には、ダービーカウンティ FC も買収したほか、1984年には、マンチェスターユナイテッド FC の買収にも取り掛かったが、オーナーのマーティン・エドワーズの提示した額を払うのを拒んだため買収はならなかった。マックス・ウェルが、多額の借金を重ね不正な経営をしているのではないかとの噂は、長年伝わっていたが、 彼は有力な弁護士らと契約しており、裁判資金も惜しまなかったため、ジャーナリストらも彼から訴えられるのを恐れ批判的な記事を書こうとしなかった。彼を皮肉った風刺雑誌プライベート愛は何度も訴えられ、一度は22万5千ポンドの賠償を命じられたこともある。しかしマックス・ウェルが借金や詐欺的手段の上に、 メディア帝国を築いたことを示す事柄が後に明らかになった。例えば彼は従業員の年金基金から数百万ポンドを借りグループ企業の経営状態をよく見せていた。1980年代末になるとやつぎばに企業を買収しては売却することを繰り返し経営基盤の弱さをことしていた。1990年には ヨーロッパ全土に向けて発行される、英字誌、ザヨーロピアンを立ち上げ欲的なところを見せたが、1991年には、負債を埋めるためペルガモンプレスとマクスウェルディレクトリーズを、エルゼビアに440万ポンドで売却した。しかしこの金をすぐに、ニューヨークのデイリーニューズ買収につぎ込んだ。1990年末には、ルパート・マードック所有の新聞各社に属する、 調査報道記者らがマックスウェルグループで行われている年金を使った会計捜査を調べ始めた。1991年5月にはマックスウェルグループが法廷の報告義務を満たしていないことが報道されたがマックスウェルグループの社員らはイギリスやアメリカの当局に同グループの年金基金に対する侮辱であることを訴えた。マックスウェルは 自分の様々な工作が明るみに出ることを疑い出した可能性がある。1990年から1991年にかけての時期、イギリスにおいて金利が非常に高くなり、直後に景気が急落し、不動産不況が到来した。彼は、ミラーグループやマクスウェルコミュニケーションズなど所有する公開会社の持ち分を担保にした多額の借入金を抱えていた。 銀行は一定の条件下で、マックスウェルが株の一部を売ることを認めたが、もし売れば株価は下落し、残った持ち分の担保価値が下がる恐れがあった。マックスウェルはさらなる借入金、年金、運転資金まで使い株式市場に介入し自社株を買い支えようとした。マックスウェルの経営はすでに危機的状態であった。グループが人知れず、経営危機に陥っていた。 最中の1991年11月、マクスウェルは、休暇先の大西洋カナリア諸島沖合で自らが、所有する豪華大型ヨット、レディ・ギレーヌから転落し、その数日後捜索隊が、海の上で、水死体を発見した。マクスウェルの死に際しては、ジョン・メイジャーや、ニール・キノックら、労働党をはじめとするイギリス政界人から、数多くの長寿がすぐさま寄せられた。 遺体はエルサレムのオリーブ山に葬られた。一方でこの時期、マクスウェルの裏の側面についての調査報道も現れていた。彼の死の直前、イスラエルの情報機関も、サッドの元将校、アリベン・メナッシェが、マクスウェルとデイリー・ミラーの国際部編集者。 ニコラス・デイビーズの二人は長年もサッドのエージェントであったという主張を伝えようとして英米の多数のメディアに接触を図っていた。ベンメナシェは1986年にイスラエルの核技術者モルデハイバヌヌがサンデータイムズにイスラエルの核保有についての情報を内部告発し、ついでデイリー・ミラーにも同様の告発を行った際、デイリー・ミラー社種のマクスウェルが ロンドンのイスラエル大使館にバヌヌの告発を内報したともしている。バヌヌは内部告発の後、サンデータイムズにかくまわれ、ロンドンに隠れていたが、イスラエル当局に居場所を知られ、ローマへとおびき出されて捕まり、本国へ連行され反逆罪を言い渡されていた。マクスウェルがすぐに訴訟を起こすことはよく知られており、メディア界での影響力も大きかったため、 ベンメナシェの主張を取り上げようという報道機関は現れなかったが、ニューヨークのジャーナリストであるシーモア・ハーシュがこれを取り上げ、著書、サムソン・オプションへとまとめ、ロンドンでの出版記者会見などの場で再三この説を取り上げた。1991年10月21日、労働党のジョージ・ギャローェと保守党のルパート・アラソンの二人の議員が庶民院でこの問題を取り上げることに合意した。 これは、イギリスの各新聞が訴訟の恐れなく、マックスウェルと議員たちの質疑について報じることができることも意味する。にもかかわらず、ミラーグループの弁護士たちは、マックスウェルの指示で令状を発行し、その中で、馬鹿げた完全な作り話であると述べた。この後マックスウェルは、アメリカ人の武器商人と会ったことについて、虚偽の否定を行ったとの理由で、デイビーズを解雇した。 この一連の報道の最中にマクスウェルは休止したため、マクスウェルとイスラエルの関係について様々な見解が取り沙汰された。デイリー・ミラーも、また証拠を明らかにすることなく、マクスウェルはモサドを脅迫しようとしたためモサドに殺されたのだとする主張を報じている。マクスウェルのイスラエルでの葬儀は一出版人のものというより一国の元首に対するほどのものであった。 ゴードン・トーマスは次のように書く。1991年11月10日、マクスウェルの葬儀は、エルサレムの神殿の丘の向こうにあるオリーブ山で、取り行われた。一国が与えられる特典がすべて与えられたかのような、葬儀であり、イスラエル政府要人や、野党指導者らまでが列席した。イスラエル情報コミュニティの現職の長官や、 元長官らも6人以上列席した葬儀の場で、首相イツハクシャミルは次のように弔辞を述べた。彼は、今日言えるよりも多くのことを、イスラエルのためにした、キデオン、エス・スパイズ、ザ・シークレット・ヒストリー・オブ・ザ・モサード、ストリート・マーティンズ・プレス、1999また、マクスウェルの死は、彼のビジネス上の問題の、多いやり方や活動などに対する暴露の引き金を、引いた。 彼は何億ポンドもの自社の年金基金をグループの借入金返済や狂ったような企業買収、自らの豪華な生活のために使っていた。これらのためにグループの従業員らは年金をほぼ失っている。1992年にはマックスウェルの所有した各企業は破産法の適用を申請した。マックスウェルの息子、 ケビン・マクスウェルとヤン・マクスウェルは4億ポンドの借金を抱え破産宣告された。1995年、マクスウェルの息子2人とその他2人の経営者らが詐欺の容疑で起訴されたが、翌1996年に放免された。2001年、貿易産業省はマクスウェルグループの崩壊をマクスウェル本人と彼の息子たちの言い訳できない。 振る舞いのせいであると論じた。2006年には、マックスウェルは、死の直前、1945年に、ドイツで起こした可能性のある事件について、戦争犯罪の疑いで、調査されていたことが明るみに出た。これは、彼の死が事故ではなく自殺だったかもしれないという議論に、新たな展望を与えた。2008年には、マックスウェルの妻エリザベスが、 回想録、A-Mind of Horon を出版し、世界有数の富豪だったメディアオーマックスウェルとの生活について語っている。ありがとうございます。